はい、じゃあ、タイプ B、これもあんまりいい機体じゃないんだよな。まあノーマルコースならいいか。移動が遅いけどジャンプ力が十分にあって、個人的にはこれが一番強いと思ってますが、これもまあ世の中では3敗認定ですね。ちょっと癖があるのは本当癖があるんですけどね。でこのエレクトリッカーは世の中では強パーツと言われてますが、個人的には3敗です。いくら弾消してくれても敵が減らなかったら何にもならないんですよね、このゲーム。弾を撃つ敵が画面に残って弾を撃ち続けるゲームなんで、このゲームは火力が全てと言っていいです。弾消して一時 しのぎできてもまた弾に囲まれるだけです。まあ、ボス戦では、確かに強いですけどね、エレクトリッカードルは本当これ一択でもいいっちゃいいくらいですね。スペシャルコースやらない限りは連射して破壊力をちょっとフォローして、ほぼ360度なんで振り向かなきゃならないシーンに振り向かなくてもいいシーンが結構できるんで、さっきもこういう感じですね。振り向き失敗したけど後ろ切ってくれた謎の弾が飛んできた。ただエレクトリッカーもレベル3のフラッシュ中に移動して敵攻撃するとか一応 やり方はあるんですけど、まあ、このビームサーベルで追いかけて切りまくるとかいうのもそうすると足が速くないと無理なんですよね。一応足を選べば使えなくはないですが、敵を逃がすと戻ってきたりして非常に面倒なんだよ。逃がさず倒した方がいいんですよ。危ねえ。このエレクトリッカーはレベル1の使えなさが本当一瞬ちょっと近くの弾消してくれるだけなんで、これを役に立てれる人ってのは相当上手い人ですよ。でそんだけ上手かったら、絶対エレクトリッカー以外でやった方が楽です。まあこのゲームライフたくさん出るってのもあるんですけどね、まあ事情があってノーダメージクリアとか目指すんであればそれはエレクトリッカー一択でしょうね。
ジャンプ力あるんで楽に避けれます。サーベルで切ってもあんまり解決しない、威力はない。さあついにここで A をハードを選ぶ時が来ました。ここのハードは本当にハードなんで、ここですよ。ここで初めて選んだ人まずクリアできることないんじゃないかな。圧倒的物量、かつよくわからない強いボスまで出てくる。最初の壁っすね、ここは。じゃあ、2面の次だから2回目の壁っすね。この時点でちょっと難しいっすよね。ここでふるいにかける気満々って感じですね。まあもう食らってるので、ドームが来るんでしょう。サーベルはドーム戦がでこう連打が大変ですね。球を無視しながら自分も突っ込んでいくっていう使い方ができるのはエレクトリッカーならではですけど、前半が終了、後半も難度高いです。レーザー取りましょう。あらら、ダッシュ失敗した。全部破壊したいけどこの機体じゃ無理だ。背が低くて近接な広範囲じゃない場合は、おっとっとっと弾撃たれるか。レーザーを近くで当て続けるっていうパターンが使えるんですが、この背の高い機体で近接がサーベルだととてもじゃないけどそのパターン使えない。
カップボスも強いです。まずは玉をジャンプで避けるなり間をくぐるなり、わあこれ無理、あ出てきた、しまった、あ腕壊れるとミサイルとこう逆側からもう食らってるし、逆側からサンダー、まあレーザーで照射してると結構短時間で倒せます。で結構食らってるな、さあ今度はステージで、飛空戦艦を発見せよ、こっちが A コースですね、こっちが B コース、はい、レーダー衛星システムを撃破せよ、でもジャンプ力あるんで武器チェンジは楽です。この面は言うほど難しくはないかな、こうやって前に出て火力を出していく必要があるっちゃあるんで、砲台残してもいけなくはないですけど、やっぱポロポロ弾飛んでくるときついですね。ジャンプして火力を上げましょう。難しいかな、さっきの前半もパターン化しないと弾やたら飛んできて大変なことになるし、ここもやっぱちょっと戦車が多いな、覚えてないときついですね。戦車とか耐久力の高い敵にはバルカンをちゃんと手で連射した方が高いダメージ入るんで、そのまま近接も連射するんで、殺せない、火力があれば殺せるんですが、前にいれば大体大丈夫です。逆に言うと前にいないとこの砲台に弾を撃たれるんで、前にいた方がいいです。あとは環境だけ、はい、さようなら。あらららら、最初に下るときに砲台壊したりダメージ与えておくとここが楽なんですね。この97,300点なんで、ここでドム倒すと5000点入ってライフパック出ません。まあ倒しますけど、コースでもやっぱ火力ないと大変だな。この乗っかりにも一応ダメージがあります。このボスは普通はバルカンでやるんですが、グレネードの方がいい機体もあるんですね。で逆ホバーはグレネードでやった方がいいと思います。グレードの爆風で
レーザーとかミサイルを消していく。バルカンでやる場合はバルカンでミサイルを消しつつレーザーは避けるんですね。205番は背が高いもんでこうボスとぶつかっちゃってなかなかバルカンが通らないんですよね。だからミサイルがちょっとバルカンだと壊しにくい。もちろんエレクトリッカーでもレーザーなんなり消せます。わたたたこういうふうにぶつけてはめてくるんですよ。まあ、なんていうかなんとなく勝っちゃうタイプのボスですね。多少ダメージ食らうけど、ちょっときつい形態もあるんですけどね。うん、変なパーツ外れると。さあ 5B です。面もボスもこのゲームの中で一番きついゲーム。スペシャルコースクリア最大の壁ですね。面は間違いなくぶっちぎりで一番難しいです。まずここ最初の武器を取るのが難しいという。そう考えても本当はバルカンでやった方がいいんですよね。さっきのボスをわたたたたここじゃねえかよ。自分は茶色の頭に乗るとパターンがこうなりやすいです。で茶色を飛び越して緑をやり過ごして茶色を飛び越して、はい、緑をやり過ごして、はいはい、でパターンになると楽です。こうなったらまあ紫とまあ変わらないです。多分超電磁立ちコマの上に乗ってもダメージを受けないんです。二脚ホバーはそれが最大の利点ですね。さっきのヘリのナパーム、あれも直撃食らうと2個減ります。絶対食らわないように。上から降ってくるやつは食らうんで、上の超電磁立ちコマは絶対倒す。あ、もう食らってるじゃん。ああ、危ない。あ、でもサーベルで火力足りてるな。全然楽ちんだわ。ノーマルコースだった。坂が混ざるのとかこれ鬱陶しいんだよね。このドムはやっぱ泳がした方がいいっすね。Thank you.
まあ倒そうとしても大体倒せないですけど、この攻撃が本当に激しい。エネルギープラントがなんかのせいでこっちの攻撃が通らないんですよね。それをいいことに敵がいろいろ攻撃してくる。さあ最強のボス、敵は絶対グレネードです。走行は弱い、本当かよ。とりあえず前にグレネードを撃ってれば前からレーザーが飛んでくるじゃねえかよ、なんでだよ。で上からの拡散弾を避けると、とりあえずこれがいいと思う。まあ、しゃがまなきゃダメなのか、二脚ホバーは。しゃがんで撃ってれば正面のレーザーがほぼ飛んでこない、でも合体すると。合体したらこの右下を基本にしましょう。ダメージ食らうこともありますが、ここが一番安全です。でこの誘導弾をジャンプするなりして避ける、こういう風にこう重なってよくわからなくなったらレバーを入れたりサブウェポンを使ったりしてごまかす、ごまかすだけの人生でしたっていう。レバーを後ろに入れてジャンプして逃げたりとかしてこうごまかす。ビームサーベルとかだとこの上から降ってくる爆雷気にしなくていいのが楽なんですよね。あ、これ最悪だ。今のはミサイルが無敵になってます。敵本体の当たり判定とリンクしてるもんで、敵本体が逃げてって無敵になった瞬間にミサイルも無敵になってるんですよ。もう回避不能です、あれ。まあ、ずっと逃げ回ることも一応できますけどね。こうなったらこの白を倒して、で次は青を倒す。この誘導丸玉は一応エレクトリッカーで消えるんで、まあ、こうなったら勝ちです。ここだ、4脚だと移動が遅くて避けるの辛いですね。ビームサーベルとエレクトリッカーだと本当に威力がない。はい、終わり。で回収しない。というここまで来てもまだ本体の脇役ということですね。B1 プラス。はいはい、こんな感じでとりあえず B コースもやってみましたが、あとは A コースだけですね。よしよし。
さて、A コースは多分少し枠の中に収まらないかもしれないんで、エンディングだけ見れないとかなったら、まあちょうどまあ、あれですね、最後のエンディングだけはこう自分で見てください的な感じで、まあ、ちょっとまあ、なんで A コースの方は急いでやっていきたいと思います。まあ、枠取り直したらあとラスト A コースやります。はいはい、枠取り直しまして、ラストは A コース、時間足りないかもしれないんでエンディング切れるかもしれないですけど、さっさとやってきます。時間がない、急げ急げ、ちょっとデモ飛ばしていくかな。今度はじゃあ 2P で 2P のエンディングか、ちょっと急いでいこう。はい、タイプ A 送流、タイプ A 送流、タイプセレクトの中で唯一バランスがいい機体ですかね、これは。ホーミングミサイルが便利、やっぱ敵に向かって弾が飛んでくっていうのは楽です。シューティングでも何でもそうだけどホーミング系最強です。まあかなり威力抑えられてるんで最強ってわけではないですけど、使いやすさはぶっちぎりですね。ゲージ溜まったらさっさと使っていっていいくらいですね。この足の2脚滑走も多分これを基準にゲーム作ってるんじゃないかなってぐらい、ジャンプ力も移動力もちょうどいい感じですわ。近接のナックルショットですが、個人的にはこれが最強ですね。なぜかというと威力が高くて連射が効く、この1点でももう相当なんですが、実は見た目より攻撃範囲が結構広くて、結構敵の弾とか消してくれます。この通りパイルバンカーとあんまり威力変わんないのに、すぐ出てすぐ消えます。え、強いでしょ。射程が短いってことはですね、勝手に出て困ることがないんですよ。自分で接近したときしか出ない、これかなり重要なんですよ。パイルバンカーの最大の弱点で、勝手に出てその間ショットを打ちやめちゃうのが本当問題なんですわ。でそれで敵を打ち漏らして、そこの敵が弾を打ってくるという悪循環ですね。何気に海外版が、パイルバンカーのなんというか認識間合いを少し狭くして、それが起こりにくくなるようなチューニングがされてて、かなりちょっと
びっくりしたというか感動したんですけどね。まあ海岸版はもう比較にならんほど難しいんで、そんなこと問題じゃないんですけどね。ちょっと早めに倒してみるかな。速攻で殺せました。こんな感じで時間短縮。まあ、グレネードかナックルショットがあれば速攻で倒せる感じですね。あれ残り何分だっけか、ちょっと待ってよ、残り24分。よしよし、はい、もちろんハードで。体力はナックルショットにお任せで、雑魚を打ち漏らさないようにホーミングミサイルで片付けたり、この組み合わせはかなり強いです。便利ですね。アウトと同じで、早く倒すとザコが湧いてくるので点数が稼げるんですね。あれ戦車逃がした、マジか。さっきやりたかったことをちゃんとやりますよ。レーザーで完全破壊します。ミサイルと相打ち用に使ってもいいんですよ。便利。
このステージセレクトはちゃんと見ないとね。さあ、秘密工場へ行って飛空戦艦。面が長いんだよな、このコースは。ボスを速攻で倒すように心がければ間に合うかな。もうだいぶ短縮できてるから大丈夫かな。この面難しいんですよ。しかも最終面並みに難しいです。ナックルショットは今の砲台を弾を打たせずに倒せるんですよ。超強いです。ワンターンキルですね。あらら、もう少し乗りすぎた。後ろとか前とか切り替わるのがきついんだよね。まあ覚えてもいいけど、まあある程度敵が出てきたらそっち側にちゃんと切り替えるってことでちゃんと対応しましょう。ここら辺まで来るとそういうのはちゃんと求められるようになってます。このパターン楽です。さて、ライフパック1000点。1000点は安いよな。1万点でいいと思うんですがどうか。下でサブウェポン使いながらジャンプボタン連打。サボっても大丈夫かな。フリムがなくても大丈夫。ノーマルコースで限定ですけど。早いね。どこかな。
まあ私連射遅いもんで、ね、またワンタンキルできないな。あだ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 、そうかそうかそうか、飛んじゃった。ここクラスターは意外と楽か。このパターン化しないと難しいです。あるかですね。重力破砕砲、かっこいい名前ですね。妙にこのセリフですよ。ここがメインコース。1回目はしゃがめます。2脚ホバーだけしゃがんでも避けれません。それ以降はジャンプで避けましょう。これもまあまあジャンプ。あららら、しまった、失敗した。でまた前に戻ってきたら、わけわからんくなった。クライスでしょ。近くに行ってサンダーレーザー撃ったらくぐってしまうっていうのがまあ楽なやり方なんですが、機雷をバルカンでさばいてサブウェポンで攻撃。サンダーレーザー撃ったらダッシュ。ここのデモは見ないとね。生還率 1%。 1面の音楽とともに1面と同じモードですね。ここはレーザーの方がいいと思います。ダイヤはまあほっとくと弾をボリボリ撃つんで、レーザーで速攻で壊してしまいましょう。このチビザコ意外とジャンプしてきたりしてうざいんで、ちゃんとしゃがんで撃って殺しましょう。でここを壊すと最強のチャドモが出てくるんですよね。
だけちょっとルーチンが違うというかきつくて強いんで、ちょっと泳がして砲台がない状態で戦いましょう。あ、このチャドンはまあ逃がすのが安定ですけどね。まあ、この状態でまあ逃がすのが安定です。倒しますけど、おーおーおー、もう食らってるし、まあ、ザコも結構きついんで、まあ、その点から言ってもチャドンは泳がすのが正解ですね。間違えた、グレネードじゃないと困るんですけど、ここちょっと待てて、まあ点数の運が悪いとレーザーのまま来るパターンも結構あるんで、あんまり問題ないかな。端からちょっと下がった位置でしゃがんで近接を連射、これでここは大体 OK です。漏らしたい、ちょっとでも離れるとこれ弾打ってくるんで気をつけましょう。ここから一番前にいるとこのホーミング弾が砲台の位置を教えてくれるんで、そこに当てる。でこいつはちょっと密着しても弾打たれるんで、こうやって一番後ろに後ろ向きながら密着して砲台の弾を封じていく。これは無理ですね。まあ、ダメージ食らったらこうやって無敵中に砲台壊してしまうと。ショット変更が来るんで、これを必ずレーザーにしましょう。まあ、パーツの調整でアイテム取ったりもできるんですけど、まあ私もちょっとでもそこら辺よくわかんないんでちゃんと覚えてないんで適当にやります。9万9000点でライフパック取れるんだったら絶対取った方がいいですけどね。失敗だ。アイテム何も出なかった運が悪い。現在確認された全ての重装攻撃中最強の機体ということです。そんなことないけどね。ファンデル付きです。ファンデル、こいつをパターン化すれば簡単です。ファンデルで弾打ってくるのが遅い上にタイミングが分かりやすいという親切設計。あらら、取られちゃった。また食らってるし、パターン崩れすぎ。ここで近接打ってるとファンデル壊れるんで、さっきのところでシーンではボタンを押さないようにジャンプボタン連打でミサイル避けましょう。また食らったら嘘でしょ。あー、いつもと違う 2P の位置でやってるからちょっとなんかずれてんのか。やろう。あら、また食らってる。そうそうそう、嘘でしょ、マジクリアできねえんじゃねえのこれ。マジか、あれなんでしょうがねえ、コンティニューしようなんということでしょう。
力押しか。しょぼい結果ですが一応クリアしました。まあこれでエンディング見る時間はあるでしょう。私なんであんなに食らったんだろうな。8ドットぐらいか。ダバ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 。ひゃー。1PL。これ結局全部出してもよくコマンドわからなかったっていう。いやはやしょぼい結果になりました。うーん、 2P 側でほとんどやらないもんで、 2P 側でやるとうーんすごいやりにくくてちょっと困ったな。まあそんなことはさておき、まあこんな感じで、うん、やっぱり B コースと A コースはかなり難しいんで、クリアできるようになるのは時間かかると思います。そこら辺やるときはやっぱ機体はやっぱ強いのを選んだ方がいいですね。まあこんな感じで、D、C、B、A と紹介してまいりましたが、またパーツとか、あとは枠の取り直しができればスペシャルコースとかもやりたいなと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。まあもう時間も遅いんで、今日はこれで終わりにしたいと思います。来週何やるかはまたちょっとツイッターでちょっとつぶやいてみたりしようと思いますので、またよろしくお願いします。あとその前にあれか、木曜スト5対戦会ちゃんと大体人来るんでやりたいと思いますので、またそちらの方も見てください。ありがとうございました。ああああ。よし。